incongruous の覚え方。さ、incongruous ちゃんは何ですか？これは SVL レベル12ですか？SVL レベル12でパスタンヒンド C ですけど、相変わらず俺の動画ちゃんは再生されませんけど、つってね、なんて言うでしょう。今から私は、なんて言うでしょう。もう、やる気でね、もうやだ。何インコングラスって。もう、なんかな。なんでも、なんで収益上がんないんだろう。もう、なんで収益上がんないかわかりますか？再生されないから。もうダメだ。もう、ほんと金にならん。ほんと金にならんよ。なんでしょうね、インコングラスってね。もう、この単語は何ですかね。あ、そういえばこの単語あれですよ。もうパスタンヒント C だ、SVL レベル12だとか言う前にね。速読英単語上級編、結構前のね、版だけどね。もう、かなり前のあのバージョンの速読英単語の上級編に載ってましたよ。incongruous ってね。だからこれは下手したら高校生でも知ってるんですか？速読速読英単語上級編見せろですか？もうほんと。なんで月の収益が1500円なのにそこまでしなきゃいけないんだよ。もうほんと、全然再生ないもんな、これな。どうせこの動画上げたところでせいぜい80再生だもんな。もう終わってるよな。もうこれね、速単上級編ですか、これは。まあ下手したら高校生の時にね、速単上級編やったわとか言う人いるかもしれませんけどもね、インコングラスで、バチがいいなとかね、不釣り合いなとかね、まあもっと転じると矛盾したとかね、これは語源、どうですかね、語源。でもまあ、若干ね、このコンついてるしね、コンって一緒にとかでしょ、で、インで一緒じゃないって、一緒じゃないだから、場違いなかなっつってね、もうそれで済むからね、覚え方作ってなかったんですけどもね、でもそれだとね、後半ガン無視なんだよね。ここだけでいいじゃん、インコンでいいじゃん。でもそれじゃ良くないなと思ってね、後ろのね、この部分をね、ひたすら掘ったところでね、何にも役に立たないっていうね、おバカった子。She looks incongruous, incongruous. 彼女は議会の中で場違いに見える。そうでしょ？場違いです。場違いです。She looks incongruous in Congress. She looks incongruous in Congress. She looks incongruous in Congress. しかしな、もうこういうのはもう YouTube でやってくれよ。テレビで取り上げんじゃねえこんな。でもまあ一石を投じるという意味ではね、まあ、こういう人がいてもいいかもしれないけどね、じゃあもうこういうのはもうなんかさ、もう一人でやっちゃダメだよな。一人でやっちゃダメですよ。こんなもう全国のね、ママがね、もう一斉に放棄してこういうことやらないとね、叩かれちゃいますからね。でもまあなんていうかな、少子化だからな、ガンガンこういうことやった方がいいんだよな、本来はな。だからね、そうね、私にね、提案があります。提案があります。もう東大のね、受験資格にね、子連れであることをね、足せばいいんだよ。そうすりゃね、東大行くような連中は優秀ですからね、そういう優秀な遺伝子を残さないといけませんから、大院ちゃんが受けようがね、海星ちゃんが受けようが、灘ちゃんが受けようがね、全員子連れじゃないと東大に入れはさせませんよっつってやればね、やつら計画的に子供産んでね。こういう風にやりながら授業受けりゃいいじゃない。で、そういう風に、そういう風に国で決めればな。じゃあ大学の授業でやっていいんだったら、つってな。
いろんなところでこういう人出てくるかもしれないっていうね。全然再生されない。全然再生されないよ。もう本当にもうなんかだ。もうおかげさまでね、YouTube ショートをガン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 出してね、もう使い回しちゃって。もう同じ単語を週にね、もう同じ単語を週に5、6回使い回してやろうかなと思ってね。全然再生されないから。でね、ちょっと登録者を先に伸ばして、で、後からなんか考えようとか思うんだけどね。まあ、せいぜい5人なのよね、1日に吠える数ってね。もう、例文足しときますからね。あんま矛盾したっていう感じの例文出なかったね。日本の辞書だとそういうのいっぱい出てくるんだけど。まあ、大体こういうね、場違いだよ、みたいなね。お前、何してくれてんだよ、みたいなね。あるいはね、警官とマッチしてないんだよ、つってな。お前何してくれてんだ、っていう、こう、そういう記事ばっかでね。で、これ、これはね、なんかね、どんなプレゼントをつってね、いう記事だったんですけど、このね、プリンセスマーガレットちゃん、プリンセスマーガレットちゃんの高級そうなグランドピアノの上にね、ビッグマウスビリーバースがね、乗ってたよ、つってね、こんなもうプリンセスマーガレットちゃんにあげたやつがいる、つってね、でもなんかプリンセスマーガレットちゃんこれ見て大喜びだ、つっていうね、そういう記事。それがインコングラスギフトだっつってね、そういう記事でしたっつってね、そんなんご紹介したところで誰も見ない。東西は。She looks incongruous in Congress. She looks incongruous in Congress. She looks incongruous in Congress. 概要欄のリンクから例文をチェックしよう。ユーグリッシュとかアルクとかケンブリッジディクショナリーとかいろいろリンクを載せてるよ。再生リストから復習もしてね。